というわけでやってきたのは佐世保市港町にあるステーキハウス、ミシェル・ブラウンです。アメリカンムードたっぷりのおしゃれな店内、本場のステーキを味わえるお店として外国人からも大人気なんですよ。窓からは佐世保公園も見えてロケーションも最高。本日はどうもちょありがとうございました。ご来店いただきまして、ちょっとびっくりした。おなす、はい、菅さん、はい、なんでいるんすか。今日朝一で東京帰ろうと思ってたんですけど、はい、清さんがほらここロケいらっしゃるって言うんで、はい、ずらして昼過ぎに帰ります。サクッと揚げたチキンにオリジナルのチリソースを使ったファイヤーチキンウィング。甘辛いチリソースは日本人にも外国人にも大人気。一回食べたら癖になるばい。あ、はい、美味しそうなチキン。はい、じゃあですね、火をつけさせていただきます。火をつける。はい、いきます。ちょっとうわっ。ファイヤー火をつけることでチキンのいい香りがして食欲をそそるんです。しかも絵力が強い。さすが菅プロデューサー、ナイスチョイス。うん、あ、うまっ。うわ、辛っ。ほんで結構辛いですね。結構、はい、これがうちの中で上から3つ目ぐらいの、あ、まあまあ辛い方の味になります。あー、辛い。いや、でもこの辛さがいい。そう、美味しいです。これ実はアメリカ人にめちゃくちゃ人気で、うんうん、ステーキ食べずにこれだけ食べたいっていう人もいるぐらいめちゃくちゃ人気のメニュー。うん、このチキンとこの辛さがマッチして、うまい。はい、お待たせいたしました。うわ、こちらがティーボーンステーキシャトーブリアンでございます。うわ、ちょっとなんじゃこの肉、すごー。ミシェル・ブラウンでは世界三大牛と呼ばれるアメリカ産のアンガス牛を使ったステーキが大人気。上質な赤身のお肉でほろっとほぐれ、脂身が少ない特徴のアンガス牛。いや、アニメカイジの兵藤会長が食べてるシーンでしか見たことないよ、こんなお肉。そんなアンガス牛の希少な部位を骨付きでいただく菅さんおすすめのティーボーンステーキ、一体いくらなんでしょうか。 VTR の最後に発表します。これもうどうやって食べたらいいですか。はい、最初ですね、スタッフがお取り分けいたしますので。はい、こういうのもやってくれるんですか。はい、させていただきますね。ありがとうございます。はい、こちらにありますのが有名なサーロインの部位でございますね。サーロイン、はい、ここがサーロインか。サーロインでございます。うわ、はい、でこちらにございますがフィレ、シャトーブリアン。うわ、なるほど、サーロインとフィレ。はい、これがどっちも入っちゃってるのがティーボーンなんですね。そうでございます。で、このティーボーンのいいところなんですけど、はいはい、骨に旨味が結構詰まってるんですよ。うんうん、そこから染み出た旨味がこの油に詰まってまして、いやー、これをかけて、うわー、召し上がっていただくというのがおすすめでございます。もう見てるだけでよだれが出ちゃうんですけど。いただきます。最高。いただきます。うん、めえ、ありがとうございます。めちゃくちゃうまい。うん、この柔らかい中にもしっかりお肉を感じれて、爽やかなお肉の香り、もう上質な脂、
最高ですね。よかった。ありがとうございます。やっぱフィレは、はい、その一頭から取れる部分も少ない、もう希少な部位ってことですね。そうですね。もう一般的に 3% ぐらいしか取れない希少な部位でして、シャトーブリアンって呼んでるサイズなんですけど、はい、フィレの中で もさらに柔らかい部分をシャトーブリアンと言います。はい。さあ、もう生きててよかったよ。あ、続いてこちらサーロインをいただきましょうね。うん、お、こうやって食べ比べると全然違いますね。違いますよね。うん、サーロインはすごく肉肉しさを感じれますね。程よい弾力という硬さ、お肉を感じれる歯ごたえ。おい、ティーンボーンステーキさすがさすがでしょ。もう素晴らしい、ね、何のためらいもなく後輩のねネタをパクれるという。いやいや、ティーボーンだからですね。ティーボーンですか。もうナチュラルティーですよ。おいティー。あ、こちら醤油ベースのオリジナルミシェルソースでいただくのもおすすめですよ。なるほど。じゃあこれもいただきましょうか。いただきます。うんうんうん、合いますね。お醤油とこのちょっと和風だしの効いたソースがさらにこうキリッとこう引き締まって、この肉の旨味がさらに引き立つ。うん、うーん、まあ、とにかくうまいわ。それではそろそろ発表へ参りましょう。今日私がいただいたティーボーンステーキシャトーブリアンのお値段は、なんと19,360円。バリコツか。というわけで、いや、今日はもううまかステーキいただきました。ありがとうございました。佐世保にありますこちら、ミシェルブラウン、本当にいいお店なので、ぜひ皆さんも佐世保に来た際には美味しいステーキ食べに来てね。チャンネル登録お願いします。